改正個人情報保護法のポイント。皆さんは個人情報保護法が改正されるのをご存知でしょうか。法律が改正され2022年4月1日に施行されました。改正内容のポイントは6点ありますが、その中で特に影響が大きな2点をご紹介します。事業者の守るべき責務の追加。個人情報の漏洩が発生した場合、これまでは個人情報保護委員会への報告は努力義務とされていましたが、改正によって報告が義務となります。またこれまでは推奨だった本人への通知も改正後は義務となります。次に法令違反のペナルティ強化です。今回の改正によって特に法人に対するペナルティが大幅に強化されます。例えば罰金について、改正前は30万円以下の罰金でしたが、改正後は1億円以下の罰金となり大幅にアップがされます。法改正への対応はもうお済みでしょうか。ここからは今回の法改正に対応するための情報セキュリティに関するポイントを紹介します。ポイントは2つ。1つはそもそも情報を漏洩させないための対策を導入すること。そしてもう1つ、説明責任を果たすための事前準備が重要になります。これらのポイントを抑えるためにおすすめなのがALSOC PC マネージメントサービスです。ALSOC PC マネージメントサービスは導入しやすいクラウド型のサービスです。対象となる PC にソフトウェアをインストールするだけ。インターネット回線にさえつながっていれば、国内拠点はもちろん、外出先でもテレワーク環境でも、さらには海外拠点もどの PC も一元管理することができます。さらに対象の PC はALSOC の情報警備監視センターが手厚くサポートします。導入時のサポートやお客様に代わって設定変更を実施、緊急レポートや平時には月次レポートを発行します。さらに24時間365日いつでも対応いたします。また基本機能の IT 資産管理とお客様が必要な機能だけを組み合わせて利用することができます。この中で個人情報保護のポイントとなる機能を紹介します。基本機能である IT 資産管理機能では、攻撃される隙のある PC がないか一目で把握することができます。オプション機能の外部メディア制御では、 USB メモリーなどの媒体の利用を細かく制御できます。操作ログ収集機能では、情報漏洩につながる危険な操作をした人がいないかを把握できるだけでなく、万が一漏洩した際にも収集したログからいつ誰が何をしたのか追跡できます。ALSOC PC マネージメントサービスは1ヶ月の無料トライアルも可能です。詳しくは担当営業にご連絡いただくか、PC マネージメントサービスでご検索ください。